ますか？ねえ、聞こえてる？なんか最近さ、Wi-Fi が使い物にならないんだけど。よかった。なんか Wi-Fi 今外したから多分聞こえるようになったと思うんですけど、最近ショールームするとき Wi-Fi がついてると、マイク取ってないよ。なんか今日すごい変な夢見たんだよな。何の夢見たんだろう。ちょ、ランリーがさ、何の夢見たか誰か思い出してくれませんか。マジで今日変な夢見た。あ、ラジオ？ラジオにはしてるよ。夢だった気がする。今日なんか起きてすっきりみたいな感じじゃなかった。いや、なんか奇妙な夢奇妙な夢とはって感じですね。で、どうして思い出すんだろうね。全然なんかね、どんな夢だったっけ。なんかでも覚えてるのは、なんか私がなんか親に、なんかさ、リラスタバカード持ってるからさ、なんかスタバのドライブスルーに行こうみたいな。でも、まあ、私弟がいるんですけど、なんか弟には内緒で2人だけでねみたいな、なんか超意地の悪い、あれハサミがねえな、意地の悪いことをしてました。なんでラジオ配信なの。なんで、私結構ラジオ配信しますよ。なんで結構ラジオ配信するよ。今日さ、休日とかじゃないよね。すごいみんな出席率がいいね。びっくりだよ、ランリーは。今日は今からお出かけ。大体なんかラジオ配信してるときは、なんか何かしながらやってるときが
怖いかな。今は準備しながらやってるから別にいいんですけどね。あのあれでもリアルやで、リアルでやってもいいんだけどね。全然なんかラジオ配信してるけど全然ベッドでゴロゴロしてる時とかもありますよ。全然なんか最初ラジオ配信で途中から顔出すとかも全然あるし、なんか本当に気まぐれ。あ、わかんない、夜やる時は基本的に顔出してますけど、なんか夕方とかの時とかは結構割とラジオが多めかもね、割合的には。いや、あんまこの時間帯には配信しないよね。もう最近なんかショールームをやらなさすぎて、なんか多分みんな寂しいかなって思ってそうな感じがしたので、もう8月はねいっぱいやりたい。なんかバイト行ったりとかもう多いから、なんか最近あんまり夜とかにできないですけど、ごめんね、毎日配信少なくなりましたよね。私できるときはちゃんとやります。バイト楽しくない、別に。楽しいけど、楽しいけど一応早く終わんないかなって思ってますよね。楽しくない、なんて言えばいいかな、普通まあでも楽しいかな、うん。言ってること意味わかんないね。楽しい時はすごい楽しいよ。ショールームイベントに参加は今のところないかな。なんか課金じゃん結局。なんかね、申し訳なくなってくるんだよね。まあなんかやりたいなって思うイベントはね最近あったんだけど、なんかみんなに課金させないといけないのにゃって思って、まあもちろん課金しないっていうのもあるけどさ、結局さみんなさ村に頑張ってるからって言ってさ応援してくれてる分さ、結局そうならざるを得なくなっちゃうじゃないですか。なんかそれが嫌だから頻繁にできないなと思って。
そうそうそう、友達できたね。こんにちは。プライベート、あの昨日話してたんですけど、本当にプライベート充実しておりません。昨日友達が欲しいとかなんかね言ってましたよね。昨日昨日のショールーム聞いてた人はね、わかると思うけど、充実させたいですよね。じゃあ私のプライベートってよく自分でも分かんないですもん。何してんのこの日毎日。でもねリラね、でもねリラねっつって丸々2日間ぐらいテレビをつけてない最近。あ、ね聞いてよ、最近ねつむつむにハマってるんですよまさかのつむつむ、その友達とそのなんかつむつむにハマってて、なんか私がつむつむやりだして、なんかつむつむが無性にやりたくなっちゃって、その一緒に出かけてる時にさ、電車乗ってる時暇じゃん。だからなんかつむつむやろうって思って、なんかつむつむ入れたのね。そしたらなんか何やってんのって言われて、なんか暇だからなんかつむつむ入れてみたって言ったら、え、なんか私もやるみたいな感じで、なんかつむつむ入れて、なんか友達と今つむつむやってる。で、なんかその帰ってきてから最近、あー疲れた、つむつむやってからお風呂入るかとかってなるから、なんかテレビをつけないんだよね最近。だから昨日も一昨日もテレビつけてないで、起きてからも今テレビつけてないし、やばいよね。3日連続でテレビつけないとか初めてなんだけど。テレビっ子の私が、でもさ、つむつむってさ、なんかハートがなくなったらさプレイできないからさ、どう頑張っても課金しない限りは。だからハートがなくなったらもう強制終了だからね。ちゃんと終わり時があるんですよねつむつむって、ありがたいことに。もうね、一回やってしまうと抜け出せられなくなる、私からすると非常にありがたいですね。社長はね、やってないけどアプリは入ってる。なんかもう社長ね、なんかね、そのやらなさすぎてなんか追い出されちゃったんだよね、グループみたいなの。なんかそっからもうなんかやる気なくしちゃって全然やってない。一応なんかアプリ消してはないけどね、社長なんかもう分単位でやることが多すぎてね、大変で、もうやってないな。お願い社長っていうね、ゲームをランディはずっとやってたんですけど、なんかさ、電車に乗ってる時間とか暇な時間とかにちょいちょいやってたからさ、社長は。なんかもう最近はなんか暇な時間
あれば社長開こうみたいなもう考えになってなかったからな。全然社長やってない。最近開いたけどね、やっぱりなんかそのグループみたいなのを勝手に大会させられてからは全くですね。まあでもね、もうやらな、でもさ、そのグループもなんか頑張ってチームワークでなんか上に上がろうみたいなグループだったから、まあ、大会させられてもおかしくなかったんですけどねそうなんかやんない人はいらないみたいな方針だったんだろうね。私もだからそのグループに貢献しようと思ってね、ランリーも頑張ってたわけよ。やっぱりそのちゃんとグループで頑張ると、まあ、頑張った分だけなんか報酬みたいなのがちゃんともらえてたっちゃもらえてたから、そうだから私も何かと頑張っておったんですけど、でもやっぱりね、まあ人間飽きが来るというものですね。まあ秋飽きてもしょうがないよね。なんで秋っぽいよ。秋っぽいけど、なんだろうね。秋っぽいけど、なんかハマるととことんハマっちゃうタイプ。だからお願い社長もハマりすぎてたでしょあれ。ごめん、くしゃみ。あー、くしゃみ完了。よし、メイク終わった。着替えよう。言って全然時間ないんですけどね。私はなんでこんなノロノロしてるんだ。なんかさ、あ、目覚ましまった。お姉さん寝る時間だよって言われてるねさっさとしろって言われてる。あと5分で出ることなんて無理なので、もう10分遅い電車で行こう。
てかさ、ランリー一のハサミはどこに行ったん？ハサミがないんだよね。誰か私の家でハサミ使いましたか？ハサミがない。七不思議や。髪型はまだやってない。だから、あと10分後に出れないっす。なんか人との待ち合わせとかなじゃないから全然いいんだけどね。この時間帯に出ようって思った時間帯に大体出れないのが私ですよね。あ、でもちゃんと一つの待ち合わせだったら出るよ。だから自分の用事、用事というかなんか自分の予定だとまあいっかって思っている日よね、この人。髪の毛はストレートアイロンでピシピシするだけなので、ピシピシしたら行きます。8月、8月もミーグリできたらいいなって思ってます。ミート&グリートなんたらかんたら。TikTok 上げたけど消しちゃった。なんか自分がちょっと満足いかなくて。暑いかな今。暑い？まあ、なんかさ、暑いと何にもやる気起きなくなるよね。それな、ちゃんと本当に水分補給しないと。なんかさ、私もなんか多分親が貧血持ちだからさ、多分ね、多分だけど、私も貧血持ちなのかな、なんか知らないんですけど、なんか最近食らっていくことがあんまないんだよね。なんて言った今。食らっていくことがあんまない。食らってなることが多くなったんですよね。
帽子最近かぶるよりら。帽子はね、なんやかんや持ち歩くんですけど、友達に iPhone 買ってあげた。めっちゃお金持ちじゃん。めちゃめちゃお金持ちじゃん。友達に iPhone 買ってあげるってさ、どういうことしたらさ、じゃあ iPhone 買ってもらえるわけ？だって iPhone って高いよね、今値上げしたしね。いや、iPhone はいらんから iPad 欲しい。 iPad がもうなんか、この iPad 寿命みたいな感じなんですよね、もう。何年ぐらい？ 2 年半ぐらいかな。2年半ぐらい毎日使ってると、やっぱり ダメージが。よし、準備完了。最後に準備完了のランディでも見せる。見せようと思ったら画面が落ちました。いや、負けでよかったかな。なんかもう最近前髪が毎日うざいの。毎日前髪がうざ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 すぎる。なんかね、前髪がおかしいんだよね、最近。こんな感じで出かける。ぽよん、チョコ食べよう。なんかね、もう最近髪切ったはずなのにもう伸びるの早い早い早いんだけど。もう髪切る意味ないってぐらい早いんだけど。何を持つんだっけ。ここが行ってまいります。なんか軽く結局でも買ってから行くか。
何がいいかな。これと青。あ、ごめん、もう入れちゃった。また次歌うね。マジ？明日のトールとカーネルにランディ出るみたいです。最近ね、これのなんか映像みたいな、その踊ってた動画をね、見たの。それで懐かしくなりましたね。ということで、ランリーも行かなきゃいけない時間帯なので、この辺で終わりたいと思います。13位椎葉正弘さん、ありがとうございます。で12位が猫まんまさん、ありがとうございます。で11位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がグアポさん、アットマーク群マニア、ありがとうございます。で9位がツインピーマンさん、ありがとうございます。で8位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして6位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で5位が MM レースさん、
ありがとうございます。そして4位がガラパゴスさん、ありがとうございます。で3位がイーデックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で2位がラピスさん、ありがとうございます。で1位がミンチャーさん、アットマークリラちゃんが好き、ありがとうございます。ということでね、皆さんお昼っぱなから見てくれてありがとうございました。じゃあランリーは行ってまいります。ということでこの辺でさよなら、ランリー、バイバーイ。